ずるずるどうも、スルです。サルドです。ノビーです。ということでやってまいりました。スル TV のチャーシュータイムをもう一度ということで、やってまいってまーす。あざす。何回なんですか ?40 何回です。キリ50が全然分かれへん。ああ、分かんない。そんなん分かんないですよ。今日あれだってよ。ん世界じゃないわ。日本最高記録同率みたいな。何の、うん、いや、あの、日本歴代最高気温。あ、気温か。マジで気温が。暑かったの今日。ああ、そうなんだ。ずっと暑いけどな、もうな。毎日暑いよ、もう。全然わかんないけど。本当に嫌だよ、もう。終わり終わり、うん。終わってる？鍵閉めてる間に家の、うん、汗かいてももう。このひとひねりで。そう。マジか。そんななんだ。うん、なあ、そんなぐらいやんな、ほんま。ずっと暑いよ。家出るときクーラー消して靴履くときぐらいでも汗。ちょっとおでこ濡れてるかぐらいの感じあるよな。うん。東京は何度かちょっとわかんないけど、静岡は 41.1 度。出た !40 度超え。やばいよね。やばいわ。いいのそれって。温暖化でしょ。もういいのって何なのよくはない。そんな気温って出していいんだっていう。うん。うん、出るんじゃないのでも。出していいんだ。あの辺は出るやろ。静岡、群馬は。そうだ、熊谷が歴代最高記録で、うん、その歴代に並んだらしい。あ、そうなんや。今日。ほんまはでも名古屋の方が暑いんやろ。あ、そうなの観測所がないから、あれなだけで、ほんまは名古屋の方が熱いっていうこと聞いてんけど。まあ、確かに社長子だもんな。いや、どういうことそうじゃん。アイドル的にってことチームチーム社長子が熱いよってこと。チームの話じゃない。チームの話じゃない。名古屋城のあれ、すごい熱そうじゃん、あそこ。あそこ熱いよ。熱いと思う。まあ、ね、熱集中してるだろ。確かに、ね。信長がおったとこやからね。ああ、それ熱いな、確かに。炎上したとこだからね。元祖だからね。元祖炎上だからね。元祖炎上。本当ですよ。元祖炎上だからね。最近暑かった話ある？もう最近暑かった話といえば、読みました僕。出たよ。まあ、あの導入投資から始まるやつ。読みました。読みました。すごい英文的な動詞から言うやつね。アイリード的な。アイリードですよ。何かなんだよなその後に、うん。読みましたでしょ？まあまあまあ。あれでしょ。すするがまで読んだことなかったやつってことでしょ？まあそうだね。ワンピースか。読んじゃったか、ついに。ああ、なるほどね。いや、しぐるいじゃない。しぐるい。なんだろうな。あえての。漫画じゃないんですよ。漫画じゃない。違うのか。ちょっと実は書籍の方をね。あら。書籍珍しいね。購入させてもらいました。本当に。あれか。大悟のメンタリズム入門。惜しい惜しい惜しい。惜しい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 。堀江明夫の都市伝説3。ああ、ちょっと離れた。離れたか。堀江も近い近い惜しい惜しい。あっちゃんのやつ。ああ、近い近い。惜しい惜しい。西野明宏あ、ちょっと離れたな。離れたのか。革命のファンファーレじゃないの。革命のファンファーレじゃないの。つぐみじゃない？ローマ字でつぐみ。吉本バナナの。あえて逆に。エッセイ行った？ある意味近いみたいな。まあ、その路線ですよ。まこなり社長ああ、まあまあまあ。ひろゆき。あ、ひろゆき。違いますね。他いるか？もういなくない？うん。系列、そういう系列の人。もうそういう系列の人でしょ。うわ。いや、もういないよ。言うじゃないですか。ユージ前田が。あー、え、誰誰だあの、ショールームの社長の。あー前田ユージさん、最近テレビとかにも。あ、そうなんだ。出てる。全然知らないもん。マジか。やば。あれ、誰と、あれだっけ浮永。あ、石原さとみと。石原さとみか。そう、浮永。やってました。あ、そうなんだ。前田は合理的なことで。あ、そう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 。はい。しかも、俺と同い年ぐらいとか。あ、多分そうだと思う。そうだよね。すげえ。そこは若いんだよね、確かあの人。なんかメモの魔力っていう本をね、うん、出してまして。はいはいはい。で、まあ、メモることはすごいいいことだみたいな本で、でも僕は常にメモを取って、そのメモから、うん、あのビジネス的なアイデアとかも得ています。あら。みたいなことをすごい書いてあった本なんだけど。アーティストかよ。歌詞かよ。確かに、うん。なんか降ってきたらっつって、ボイスメモメモってみたいな。もうほんでそれ読まんでいいんじゃん。もうメモしたらいいだけっていう本でないんだって、それ。違うもん。その普段からメモ付けすることが大事で終わりじゃない。そのまあ大事っていうことがあっての、そっからいろいろ話が進んでいくんだけど、本を読んだのがすごい久しぶりだったのね。うんうん、その書籍を、うん、で久しぶりに読んだらなんかすごい気持ちが晴れやかになってさ。あら、啓発された事故。啓発みたいな。まんまとよ。まんまと事故を啓発される。まんまと啓発されて、すごいなんかやる気に。満ち溢れてす。今、すごい、やる気に満ち溢れてるんですよ。別に言い直さなくていいよ。やる気に満ち溢れてる。まま感じけてもらってよかった。確かにね。今、やる気に満ち溢れてたもんだ。すごい。こんな神々じゃ。ダメだと。こんな甘神じゃ。甘神のやる気じゃダメだと。しっかり喋らせてください。
そうです。まあ、まだ50ページぐらいまで読んでないです。読んでない、まだそんぐらい。まだ結論には至ってないんだ、じゃあ。そう、全然。でも、早くなんだ。触りだけなのに。読み終わったらどうなるの、そんなの。やばいよ。とんでもないことになるんじゃないかと思ってるよ、もう、やる気が。歩くメモマンになっちゃうよ。メモマン結構メモせえへん、普段からするって。メモは結構しがちだし、好きなんだよ、割と。ね、うん、ラーメン屋のね、メモとかめちゃくちゃいっぱいあるとか、なんかサブちゃんのメモとかもしてる。ああ、そうか。企画とか、とかね。そんな全くしないもん、俺。セセルのネタ帳とかね。ネタ帳もある。ネタ帳とかもさ。そうそう。だから、まあ、ちょっと向いてるのかなとも思いながらね。確かに。確かに、うん。だからちょっと、しばらく読んでみようと思ってますっていう話ですね。まだ読み終わってへんのかよ。何やねん。50ページまだ読んだから。読み終わってから言ってよ。もう、やってるやん、気持ちがすごい。喋りたすぎてな。本っていいよねっていうことを言いたかった。自己啓発本って読んだことある？ないわ。まあ、なかった。これまではなかったんだ。うん、一回なかった。俺も全く手出さないんだよ、うん、文芸とかはよく読むけどさ、うん、自己啓発ってなんか読む気になんないんだよな。わかるわ、うん、全然読む気になんなかったんだけど、うん、意外といいんだ。うん、うっせえってなんだよな。哲学ニュースよりもいい？哲学ニュースよりもいいと思う。あれもたまにそういうさ、ちょっと自己啓発というかさ、あるね、そういう、うん、そういうのあるじゃん、うんうん、びっくりして時間にはぁ、びっくりした。本屋いいね、でもね。あ、本屋で買ったんだ。そう、本屋に行って、目に入ったの。そう。目に入って、うん、なんかちょっと読んでみようかなっていう気になったんだよね。最近のちょっといろんな気持ちを整理しようと思って。あ、なんだそれ。すごいな。その本屋とその想定を多分作った人がよかったんだね。ね。載せられたらしっかり。なるほど。です。なんかあった、のびさん。俺は人生で初めて経験しました。もういいよ、その動詞から始まるやつ。いや、嫁とね、うん、なんか買い物に行って、うん、引っ越しするから、ね、買い物っていうか、まあ、なんか家具とか下見みたいな、うん、して、帰ってたら、すいません、つってカメラとマイク持った人に。あ、俺すごっ。ちょっとインタビューしたいんですけど、初の俺、インタビューで。嫁はね、実はジップにインタビューされてて、オンエアもされてて、まあ女性だと。ゴールデンウィークどうしますかみたいな。で、俺も来て、お、なんやと、うん。何のインタビューかなと思ったら、うん、GoTo キャンペーンどう思いますかって言ってさ、重い重い重いってなって。難しい。もっとなんか、この人の相方誰でしょうみたいな。よかった、俺は。全部答えんのに、みたいなさ。そういうことな。うん、そう。とかさ、うん、なんかこの人名前わかりますかみたいな。やりたかったの。GoTo キャンペーンどうしますか、まあ、ニュース番組どう思いますかとか、うん、なんか行きますかとか、GoTo で利用しますかとか、なんかコロナ前で行く予定やって潰れたりしましたとかいっぱい言われてさ、うん、思おうと思ってんけど、うん、まあ、とりあえず答えててんけど、うん、なんか最初、二人組やってカメラマンと、うん、まあ、レポーターと。で、レポーターってかもうほんま、スタッフなんかもう家庭科の先生みたいなおばはん二人みたいなあ感じやって、めっちゃ結構レポーターの人が聞いてくるんだけど、声めっちゃ小さいねんか、で何言ってるかわからんかったんけど、なんか、うん、なんていうの、その YouTube 撮ってる側としてなんか、うん、もじもじしたら編集しにくいかと思って、うん、ハキハキと聞こえてないのになんか適当に答えて、うん、編集点とかもなんか気にしながら、うん、サブちゃん撮ってるみたいな感じだったら、うん、急にカメラマンが質問しだしてきて、お前が言うんかいって思って俺、うん、お前も言うんかいって言って思って、うん、そう、ほんで嫁にバチって叩かれて、ごめんなさいってなって、なんか熱かって、うん、すごい、なんか嫌やなと思って、もっとちゃんとしたデビューを果たしたかったなと思って、あ、まあ、使われてるか分からんけどね、あ、うんうん、なんか使われない場合はありますみたいな誓約書書かれてんけど、ああ、うん、そんなもん書くんだ、いちいちちゃんと書かされて、されたことある、インタビュー、インタビューないんじゃないかな、街頭インタビュー、うん、まあ本当にイヤホンつけて下向いて歩いてるから絶対無理だと思う、無理だね、普段はね話しかけようと思わないもん、俺はもう嫁が捕まったからさ、あ、うん、うん、友達と歩いてる時もそういう感じだから。横に友達。友達と歩いてる時もそういう感じだから。イヤホンつけてんのか。そんな感じなの。友達と歩いてる時は逆になんかちょっと、やからっぽいから、結構。ああ。結構声でかいよね、俺多分。ああ。声、いつの時も声でかいから。ね、まあそう、人がいる時はね、そうそうそう。だから、やからっぽいと思うから、喋りかけづらいと思う。な、昔、前の会社で働いた時さ、チャルさんと、なんか俺がボケたりして、めっちゃでっかい声で笑ったりしてさ、チャルさんが。まあそうだよね。で、気づいて、みたいな感じで、自分で口塞いだりしてたよ、ね。でっかい声でめっちゃ笑っちゃって。ね、本当に。会社内とかな。そう、会社内で多分相当うるさかったらな、俺ら。俺らだいぶうるさいで、あれ。だね。
やだね。やだね。ふと松原みたいな。懐かしいね。そうなんです。意外とインタビューデビューしたんで、もしかしたら夕方のニュースに俺がいるかも。嫁とね。いつ受けたの？先週やけどね。あ、もうじゃないよ。しかも GoTo とかももう。そうか、休み前の話。そうだよね、多分。ああ、盆のことか。そうだよ。盆中に受けたけどね、それでも。あ、へえ。まだやってんだ、GoTo って。じゃあ、わかんないけど。ね。嫌だったな。なるほどね。暑かったし。まあ、ええわ、それ。まあ、今日ね、最高気温ね。上回ってるらしいですからね、今日。実は僕、読みました。全部やんの、またもう。やってみようぜ、最初から。もう一回できるかって。なんか、チャルさんは読みました？読みだか。読みだ最近、気づきました。お僕は。てか、もうさっき気づきました、僕は。何？さっきさ、ウーバーイーツ俺頼んだじゃん。ウーバーイーツという悪魔のサイト。はい。人を怠惰にし、そう。人を太らせるだけの、人を家の中に閉じ込め、運動という、人間のよ、あれを奪い、仕事を奪い、それで悪魔の手下を使って配送させ、悪魔のサイト、ウーバーイーツに、まあ、ハマってしまってまして、もう入信しようかな、悪魔のその教団にね、入信しようかと。ロックフェラー財団の。そう。まんまと僕は、だから今しかも月額1000円ぐらいで、その配送料が無料になるっていうね。サブスクあるんだ、そう。サブスクみたいな。マジで？うん。もう入信しまして、それには。いいよ、じゃあ。やる気満々やん。ついに悪魔に課金してしまいまして。魂売ったか。そう、魂売って。コレステロール売ってんねやろ、そう、悪魔コレステロール運んでくるから、あの手下を使って。悪魔がね。なるほど。で、そう。で、すごいさ、30分ぐらい俺悩んだんだよ。悩んでたね。結構悩んでた。今日何食おうかな、つって。本当にこの時間無駄だなって思いながら、何食おうかなって迷う時間。本当に無駄じゃない、あの時間。本当に意味ないよね。人生で一番無駄な時間だなと思って。で、なんかそれ迷ってる間に、なんかこれ似てるなって思って、そうだ、ファンザで今日何で抜こうかなって探してる時の感覚と全く一緒だわっていう。その、だから、性欲と食欲のこの選びね。フリックでこうやって選んでる感じ。全く一緒だわってなって。そう、だから、ファンザという悪魔のサイトもあるんですけど。あれにも。ファンザ天使のサイトやろ。だから、あそこにも僕入信してますからね。俺も入信してるけど、あれは天使してる、あれは。天使に。天使を運んできてくれるんだよ、展開から。いろんな。天使にも僕は課金してますからね。魂売ってますから。あ、そうか。そうすると、じゃあ、プラマイゼロなのかな、うん、まあね、悪魔と天使ね、魂。悪魔と天使が、チャルさんの両脇で。俺の悪魔の天使のね、サイトがね。そう、似てんなって思って。本当に、どっちも本当に無駄な時間。人生において。食事、今日何食おうかなって迷ってる時間と、今日何で抜こうかなって迷ってる時間。迷うんや、抜こうかなって。迷う？いや、せっかくならね。行くの？結構迷うね。ね、マジで？起きた時にもう今日何で抜くか。すごっ、俺は俺には降りてきてるけど。ルーティン人間じゃん。やばすごっ、なんでやばでさ、そう、だからスティーブ・ジョブスってさ、その、毎日同じ服着てるじゃん。ああ、そうですね。あれはだから迷う時間をなくすためっていう、まあ効率化なんですよね。まあ同じ服は何着もあってっていう。そうで、じゃあ食事どうなんだって調べてみたんだよ。スティーブ・ジョブス何食ってんのかなって。もう、リンゴと人参しか食わないみたいなことやってるんだ。アップルじゃん。もうなんかほんと変色なんだって、ほんとに。だから。リンゴと人参しか食わへん。象やん。象。そうなんだ。もうやっぱ効率ってやっぱそういうことなんだなっていう。確かに。ほんとにだから無駄な時間を過ごしてるなって。富士そばにしたらいいんじゃない？だから。あ、それ西野だよ。西野がスティーブ・ジョブスの感じに憧れて、迷うのめんどくさいから毎日富士そばですね。走ってさ。そう。毎日走って富士そば食ってんじゃないの。走るってこともな。俺でも悪魔にそう入団しちゃってるからさ。ウーバーイーツであることはもう。あそこにはもう僕入信して。もう一サービス欲しくない？もう1万円さ、払うからさ、勝手に毎日送ってくれみたいな。おー、確かに。献立をね。献立でくれへん。あと、運動もさせてほしいけどね。ついでに。いや、もう、運びや。もう。自分で取りに行ったらいいんちゃう？いやいや、違うんだよ。入信してしまってるから、ウーバーが。運動はだからファンザでしたらいいんですよ、だから。ああ、確かに。そう、多分天使のサイトね。そうなんだよな。スクワットしながらさ。ああ、それだね。それだわ。選ぶときはスクワットするっていうのを。あ、そうそう、選びながらスクワットしたりとか。選びながらスクワット、抜きながら。体幹やりながら。抜きながらスクワットとか。腕立てでだから抜くみたいな、その。腕立てで抜く。なるほど。いいですね。ほら、スポーツですよ。すごい。
いやー、これでスティーブ・ジョブズになれるかなっていう。まあ、あとはタートルネックにするだけ。あとはそうだね。熱いわ。今日ね、なんか、日本で最高気温を。そうなの効率らしくて。群馬とかがあった。群馬とかに、群馬とかあったんだけど、今日静岡。あ、静岡、あ、意外と暑い。41.1 度。何回やったの。でも名古屋が一番暑い。観測内だけで。すげえ、ちゃんとできてるしな。すごいな、ほんと。一回やってみたいな。どこまで覚えてるか。これが一番時間の無駄だからね。そう。腕立てしながらラジオ収録しようかな。どうなんですか、今日はじゃあそういう感じでいきます。はい。すするのチャーシュータイムをもう一度改めましてズルズル、どうもスズルです。チャルゾーです。ノビです。ということで、はい、何ですか。何ですか。どうですか。あの普通オタですね。あら、届いてますか、またこんな暑いのに。あんまりもう電子は関係ないから、ね、配達してくれてんな本当に。悪魔の手下どもが。Google という悪魔の手下どもが。みんなそうじゃん。配達してくれてんな、ありがとうな。はい、というわけで悪魔のメール読ませていただきます。ちんち名、新名のお便り。ああ、ちんち名。自分で読んでちょっとうわってなっちゃった。ちんち名、珍名って。ちんち名、珍名。珍しい地名と書いてちんち名ね。ちんち名ですね。それがちんだからな、もう。ちんち名が地名、ちん。もえもえ。はい、ちんち名、地名のお便り。ちん名のお便りが来ておりまして。はい、あら。はい、読ませていただきます。はい、千葉県。石川さん。なんか、地に敏感になってるわ。すごい地に敏感になってる。うん、地っていうたびも。千葉県、はい、市川市から。ああ、もう、もうだからね。すでに、これが送ってくださいました。ね、はい、ラーメンネーム、ハンドクリームさん。はい、すするさん、チャラさん、のびーさん、おはようございます。おはよう、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。先日からゆるく募集されている珍名字の件ですが、はい、私が勤めている職場の先輩に初塩さんという方がいらっしゃいます。あら、塩の字がソルトの塩ですので、なるほど、ね、ギリギリセーフなんですが、うん、初めて音だけで聞いた時は、うん、と驚いたのをよく覚えています。しかし職場で、しかも相手が先輩ということもあり、これまで誰にも話せずモヤモヤしていました。今回このような形でモヤモヤを成仏させられたらと思いますので、読んでいただければ幸いです。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。女性なのかな、女性の初塩さん。女性っぽいけどな、なんか男だったらそんな気になんないけどね。あ、初塩ね、確かに女性だったらちょっとね、エチーですけどね。ね。初使用か。珍しい名前だね。いいですね、でも。ね。色気ありそうでいいじゃん。ファーストソルトですね。どういう由来なんだろうね。確かに。初めて塩が取れたんでしょうから。そいつから、そいつ、そいつからっていうか、そいつが初めて塩を取ったんだよ。すごいじゃん。海で。めっちゃすごい。海の近くでしょ、でも多分。そうか。うん。海の近くで、塩ってこうやってつくんだよっていう。おお、まあ、岩塩かもしれない、でも。ああ、岩かもしれない。岩付近かもしれない。どっちかです。こうやって塩取るんだよ、つって。それによって、ね、お前、初塩じゃねえかよ、つって。名字は初塩じゃねえ。授けたもん。決められたか。お前、初塩だよ、つって。お前はもう2塩な、つって。2塩、もう初塩が持ってきてるから。3塩は、そう、3塩。お前は3塩だ。初塩が先に持ってきたんだよ、塩を、つって。貴様らもう遅い。うん、もう岸用だ、お前は。岸用すでに塩と書いてる。お前らもう岸用。全員みたいに言うな。並んでたら全員岸用。お前らもう、あとは全員岸用だ。こいつだけ初塩だ。岸用。っていう感じなんじゃないかな。いいな、名字決めたいな人の。な。なるほどね。名字はね、なかなか変えられないですからね。うん。ほー、ありがとうございます。はい。引き続きこういった、ちんち名、珍名、お待ちしておりますので。ちんち名で盛り上がりすぎちゃった。ごめんなさいね。その後がね、ちょっとあれ。本当に、下手くそな供養で。はい。またぜひぜひ送っていただければと思います。はい。では次行きましょう。ラーメンネーム、もうすぐ30歳の人。あら。すするさん、チャルゾーさん、のびーさん、こんにちは。あ、自分はかれこれ十数年来のゆずっこで、サブチャンツアー内でのゆずネタにいつもニヤニヤして拝見しています。ああ、さて、すするバンドの曲、カップラーメンができるまで、で、名盤スミレに収録されてるフラリに似ているように感じたのですが、フラリ意識して作ったのでしょうか。やっぱ思ったよな。フラリですか。フラリですか。フラリじゃないかな。フラリ。俺はフラリ。俺もフラリや、うん。フラリ。はい、今後もゆずネタ楽しみにしてます。ということで。はい。似てるか。
ごめん、全然思い出せない。カップラーメンができるまで。フラリちょっと歌ってみて。どっからサビでしょ、多分。おちゃらけってごまかした君への思いを、タバコと一緒に飲み消し、間違い飲み干しそうだった。危ね。寝酒と一緒に飲み干した、だけど君は今日も。A メロどんなわけ、フラリ。つかみどこのない君は、今日もあの人に恋焦がれながらか。うん。ああ、まあ似てるか。考えすぎな僕のせいかのとこ。そこは多分似てない。まあ似てるといえば似てる。似てるといえば似てるか、うん。雰囲気はちょっと似てる。ああ、まあ全く意識はしてないけどね。してないんだ。全く意識はしてないけどね。そうか。うん。どっちかというと、袋の方が意識してるな。袋？袋。袋どんな曲だっけ？言ってることとやってることがずっと高いやつか。そう。こんなにも違うんだねーか。うん。スリーフィンガーのやつだから。思い出した。ギターは何やったらそっちの方が俺意識してるかもしれないけど。どれ？じゃドゥンチャンみたいなギターにしてるから、カップラーメンを。うん。フラリ、フラリもなんか、ドゥンチャン、ドゥンチャン、ドゥンチャン、チャンじゃないから、若干意識してるよ。そんなこと言ったら。何でも似ちゃう。そんなこと言ったらね。若干意識してる。意識してないですっていうことですね。はい。全く意識してないですってことです。はい。まあこういうのあるよな。まあまあ、意図せずね。そういう風に聞こえちゃうってのあるからね。てか、みんなそうやって聞こえるんだみたいな。ああみんなはね、うん、ああ東京ツアーの曲とか、うん、なんかそうそうそう、ケツメイシに似てるみたいな、うん、全く意識してないけど、うん、が多かったんだ、そう、あそうなんだみたいな、入りがね違うからじゃない、やっぱ、うん、あるよな、でもなんかまた違うか、これは波乗りジョニーがさ、うん、あ出た、結構言ってるっけ、これラジオで、ラジオで言ったことあんのかな、上ハモが主旋律やと思ってて、ね、うん、俺とそう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 、え全員そうだっけ、ここ3人、いや俺は下の方が主旋律、ちゃんと好きだと言っての方が主、そっちが主旋律でしょ、だから好きだと言って天使になって、そして笑ってもう一度かと思っててんけど、いやだから今一緒にいちゃったから、あそうかそうかだから俺とノビーは、うん、だから好きだと、あれ好きだと言って、あれわかんなかった、そう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 天使になって、そして笑ってもう一度が主旋律だと思ってたんだよね、うん、でも本当はだから好きだと言って天使になってなんだよね。の方でしょ。が、そう、桑田も主旋律として歌ってるんだよね。そうなんだよね。うん、そう、それ、はい、分かれるよな。なんだろうね。上物と。あ、本当に。それ、こっちでしょ、主旋律。いや、いや、いや、それは、なんか歌番組とかで、桑田がそっち歌ってて、あ、そうなんだって思った。うん、俺も、CM とか、そうそう、ラジオで聞こえてくる感じではもう、絶対に、そっちに。好きだと言って天使になってと思って、もうなんか、気持ちよくないからかな、下やったら多分サビに行ったとって。そうだね。なるほどね。わかんないけど。いやでも結構、うちのサークルでも分かれてたよ。あ、そうなの？うん。でもコンポーザーは結構、下っていう人が多かった、やっぱりでも。やっぱりっていうか、違うけどね。もうそう。違ったんだけど、うん、そう。バンマスは結構下っていう人が多かった。結構珍しいパターン。だって上ってめっちゃハモリの旋律じゃんっていう。うんうん、確かに言われてみたら結構ハマりの戦術だよね、なんか。うん。言われてみればね。うん、当時は。当時はね。当時はですよ。波乗ってますね、みたいな。いい波乗ってんね。思ったもん。ケイスケさん。あと、HY の AM11 時、俺結構どっちが主戦率か分かんなくなるんだよね、いつも。ああ、まあまあ。それも分かるわ。だからお願い、僕のそばにいて、そこ一緒にこっち行っちゃうよね。上がっちゃう。行っちゃう可能性もあるね。うん、行っちゃうんだよな。行っちゃってる。行っちゃってる。あ、最後にごめん、もう一個だけいい？いいよ。ミスチルのユースフルデイズのサビが全然わからないんだけど、俺一緒。あ、どんなんだっけ、ユースフルデイズって。胸の金を、胸を、そこがわからないんだけど、もう CD がもう、桜井が一緒の音量で降りすぎて。あ、そんな重なってるっけ？全然わからない。一緒。10年ぐらいわからないんだけど、俺。え、でも、わかる？レレ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 レ、ああ、そうなんだ。じゃない？イメージは。その曲を知らない。ええー、ちょ、俺も今歌詞はちょっと出てこなかったけど。うん。うん、全然もう、歌いもできんもん、今。いろんなメロディーすぎて。ええー。全然わかんないんだよ。人によっては、俺も多分間違ってる可能性もあるね。そういうのあるよな。そうやね。ということで。なるほど。みんな、聞こえ方は違うんだねっていう。自由研究ですな。今日は。夏休みの自由研究でした、本当に。はい。うん。
では、次行きましょう。ラーメンネーム、のびしろさん。あ、初中見舞い申し上げます。暑いな。今年は冷夏と言われているものの、やっぱり暑いもんは暑い夏ですが、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。今日ね、日本で最高気温記録を上回ったらしいが、冷夏なんて言ってる場合じゃねえぞ。いや、ああ、よかった。危ない。また社長ここまで行くか。騙された今、玉の出所が終わる。ダルビッシュと同じだから。危ねえ、これ完全にストレートやったらめっちゃ逃げてったわ。アウトコースに。ダルビッシュもね、すげえスライダーやった今。もう 40% 一緒らしいよ、軌道が。ダルビッシュ。そうなの。だからバッターからするとすごい打ちづらいらしい。危ねえ。っていうのを解説してた、バッターが。バッターがだから打ちづらいんですよっていうメジャーリーガーが解説してた。いいスライダーやったで、今だって。すごかったね。投げ方一緒。はい。はい、はい、私は毎年夏休みは実家に帰省していたのですが、うん、今年はコロナの影響もあり帰省は諦め外出も控えていました、うん、地元の友人たちと遊んだりすることはできなかったのですが、うん、帰省しなかったおかげで交通費込み込み約10万円が思いがけず節約できてしまいました。ありがとうございます。私はこれをエアー給付金と名付け、なるほど、ね、ステイホーム充実のためにバーベルやアジャスタブルベンチなどの筋トレグッズを購入に使いました。それ。そこで皆さんに質問です、はい、自由に使っていい10万円が手に入ったらどこの筋肉を鍛えたいですか。上腕二頭筋と大腿四頭筋以外でお願いします。はい、お願いします。お、最近好きな筋肉ある？やっぱり、ね、自分の好きな筋肉出てきた。マジ出てきたって聞いてんで、まあ、そ、自慢では自慢になるなって思うのは、うん、やっぱふくらはぎですよ僕は。ああ、いやいいよね。ちゃんと筋肉の名前言ってよ。何？ね、これあのひらめ筋ですか。これひらめ筋か、これひらめ筋じゃない、これひらめ筋ですよ、これ。翔英が言ってたもんな、ひらめ筋。そう、いやいいんだよ、するのひらめ筋は。本当に見てても思うんだよ、いいんだよ、やっぱこの人の俺とは違うんだよ、ちょっとやっぱり全然わかんない。ほら、なんか違うくない、俺と一緒です。俺ののぺっとしてない、すするのはしっかりなんか、もっこりね、もっこりりょうちゃんしてない、もっこりだね、ね、確かに。あ、いいんだ、ひらめき。そうですね。もっとじゃあ10万円でひらめきを鍛えたい。さらに強くしていきたいですね。もっと強いひらめに。もっと強いひらめに。あ、そうなんだ。うん。俺は筋肉知らないから。え？俺は筋肉知らないから。あ、そうなんだ。うん、いやどこの筋肉を鍛えたいって何なん？筋肉、今。筋肉いらないんだけどな。どこの筋肉、なんか、でも筋肉詳しくなったでしょ？うん。いや、全然筋肉名で言ってくれへんぐらい。あ、そうなんだ。たまに言わないでも、ほんと、全然、何言ってんの？何言ってんですか？みたいな筋肉。くさび型文字ぐらい意味不明なやつだな。エジプトの。どれだよ。筋肉の名前は別に詳しくなってないんだ。なってないです。それよりも、筋トレの仕方の名称ばっかりがなんか。ああ、なるほど、ね。あ、じゃあ、どの筋トレのあれかでいいよ。どの筋トレをこうちゃんに10万円払ってなりたいか。好きな筋トレでいいよ、とりあえず。好きな筋トレをとりあえず言うの、うん、とりあえず筋トレ投稿ないよ。とりあえず筋トレ投稿してくれよ、もっと。筋トレ投稿、ね、好きな筋トレあんのか、まあ、普通に、ベンチやけどな、俺は。ベンチ強いよね。ベンチ来たらもう、よっしゃってな、もう。いつも、ほんと。まず。ベンチ何？ベンチプレスやん。ベンチプレス何？え？それは、寝てあげるやつ。寝てあげるのがベンチプレス。そう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 。いや、もう、この、重りの名称だと思ってるから、俺たちは。あれはバーベルやもん。あれはバーベルか。あれはバーベルなんですよ。なるほどね。ね、寝てあげるのがベンチプレス。ベンチプレス。え、じゃあ、だって、立ってあげるの？立ってあげるのは、重量を上げちゃう。デッドリフト。デッドリフトか。デッドリフトね。はい、ああ、そっちね。そうか、そうか、うん。ちょっと表現しにくいけど。そうね。そう、難しいけど。ああ、でも、そうやな。スクワットが一番嫌いかな、でも。ああ、うん。バーベル使う系やったらね。まあそうね。スクワットまだいいとしても、もう、ワイドとかなって、ワイドスクワットになってくると、もう。ワイドは、普通は肩幅ぐらいに。スクワットするんですけど、ワイドって言われたらもうガンガン足広げて。うん、どこの筋、何が違うの？内側に効くとかが、その。そう、内ももとお尻により効くのが、ね。がワイドです、ね。ワイドなんですけど。うん、じゃあ、ケツが弱いんだ。ケツが弱いのかな、俺。掘っちゃうぞ、お前もうそんな。弱いケツしてたら。いや、なんかね、腹筋が弱いらしくて、俺は。あ、そうなんだ。そう。で、やっぱベンチって、ベンチじゃないわ。スクワットとかって、うん、その持った時にぐらつくのを抑えるのに、やっぱ腹筋に力入れたり。あ、まあ体幹だよね、多分。要は。そうそうそう、いけないんだけど、腹筋が弱いから、早めに俺背筋がダメになっちゃうねんか、もう。疲れちゃって。腹筋が弱いと背筋がダメになる。腹筋を使うともう背筋ばっかり頼っちゃってるじゃん。ああ、なるほど、そういうことか。早めに赤になったらもう息しにくくなってさ。うん、もうほんま死にかけないか、俺。へ、うん、するはやっぱその辺フォームが綺麗やから。なるほど。スクワットはね、腹筋と背筋を両方使えてるみたいな。本当にお手本のようなフォームですよ。体幹はしっかりしてんのかな。そうだね、うん。最初にすごい鍛えさせられたので。やっぱ基本を。そうですね。なるほどね。ただ中途入学ですから、俺はもう。確かに、ね。最初からなんか1年先に通ってる人と同じようなことさせられたから。ああ、確かにね。そうですね。
うん、荒々しい感じです。この伸びしろは買ったのはどこ着たやつなのこれ。なんて書いてる？バーベルとアジャスタブルベンチだから多分まあベンチプレスをするやつなんじゃないこれは。アジャスタブルベンチってそういうことか。そうそうバーベルと調節できるベンチ。あそうそう。ベンチってその寝転べるそのなんあれ自体はそうかベンチ。分娩のやつみたいなやつ。もうベンチと同じか。そう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 。ベンチでじゃあ寝転がるもんなんだ。そうみんな座ってるけど。あ公園のベンチ。間違ってんじゃん。あいつら。あれは寝転がるもんなんだ。だからなるほどね。だからか。だからかあいつら。青いベンチ腰掛けてんじゃないよ。来ないよ誰もね。青いベンチ寝転ばないと。二番なんだよ。腰掛け。あれはどっちがステンレス？この声が枯れるくらいに。だろ絶対。じゃないの。下なわけないだろ。なるほどな。うん、ベンチプレスどこ鍛わんの？まあ胸、うん、肩じゃない？まあ胸が重か、でも胸肩メインだね。あとまあ背中とかね。ああ、うん。じゃあ胸を見てほしい。のびさんは。胸がねどんどんでもでかくなってきてんだよ。ああ見てほしいじゃん。でも俺ちょっと釘刺されたからあれやけど、うん、上腕二頭筋が一番やっぱ。ああ見てほしい。俺としてはね。見てほしい。うん。うえ。見てくれよみんな。俺の上腕二頭筋を。うえ。あとはアリの戸当たり筋。どこさ。え？アリの戸当たり知らないの？アリの戸当たりどこ？アリの戸当たりだから肛門と金玉の間何もない。ああ、はい、そこの筋肉。そこの筋肉やっぱね、鍛わってると思います。なるほどね。鍛えてるのそこ。え、鍛わらない？まあいろいろしてたら鍛わるか、あそこ。もう痛くなることないでしょ、だってそこが。昔なかった、高校の時。ないよ。しこりすぎて。そう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 。ああ、ないわ。勃起させすぎて。そこはあんま意識したことないな、アリの戸当たりを。え？ほら、うん。ちょっとクイクイさせたりしないの、なんかやっぱ。ね、動かすのするよ。するよね。クイクイ。悪魔のさ、うん、天使のサイト使って。そう。何やったら何まで持てるかちょっとやったことあんもん俺。何まで持てる？紐くくりつけてとか何まで持てる？あ、チンコで、どれぐらい、うん、上げれるかってことね。そう。あ、それは俺もあるな。あるでしょほら。あるある。何してんの自分のチンコ筋というか。そうそう。チン筋。だから、アリの戸渡り筋、チン筋。あそこアリの戸渡り、え、結構棒筋じゃないのあれ。いや、棒だって筋肉ないもん、あれ。海面質が濡れてるだけやから。あ、でもなんか、その、だから、力入れた時に力入、実は力入ってんのはアリの戸渡りか、あれ。アリの戸渡り押してみ、クックックって動くら、バズの背中みたいな感じで。あバズの背中押したら手動くように、チンチン動くからやってみてみ。350ミリぐらい俺いけた気がするんだよね。500ミリは無理だったきゃ、無理だったけど、350は。体健やかちゃったらいけるってこと？そう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 。体健やかちゃったらいける。あ、いいじゃん、いいじゃん。うん。あ、なかなかのマッスル？なかなかのね、アリの戸当たりマッスルだよね。うん。マッスルペニスですね。マッスルペニス。マッスルアント？うん。まあ、高校とかの時あるよね。うん。そう。やんなかったの？やんなかった。逆にそっちはやんないの？ねえ。そっちやってなかったわ。うわ、足りないよ。足りないよ。ちょっと送ってもらおう、うん、はい。アジャストを買ってもらおう。僕もアジャストでベンチ買って。チンチンアジャスト。チンチンアジャストしてしまう。あ、いいな。10万円で開発するか、それが。それですね、僕らが鍛えたいのは、じゃあ。そうですね。そこでした。うん、そうだ ね。この質問の答えは、チンキンです。チンキン。チンキンを鍛えたいので、チンチンアジャストを買います、ね。はい。開発してくれる企業を募集してます。マミヤ食券機さん、待ってますよ。絶対やらんの。マミヤ OP さんで。マミヤ OP さん、待ってますよ。何やらそうですよ。なぜか流しされたマミヤ OP。マミヤ OP さんお願いします。メールが楽しみだな、明日。マミヤ OP の営業部です。当社では。あのハイテクラなんかな。すごい動くやつ。そうそうそう。いいな、あれ。いいですね。最後は事務員の、最後は手作業で。そうそうそう。一人だからね。お姉さんたちの手作業で。やってもらいますんで。いいですね。ぜひぜひそういった案件もお待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい。普通トラストですね、はい。ラーメンネーム、煮干し先生。お。すするさん、チャルさん、のびーさん、こんばんは。こんばんは。小学校教師の煮干しです。煮干し。今年はコロナの関係で夏休みが大幅に短縮され、もうすぐ2学期が始まります。そこで質問なのですが、お三方は子供の頃の夏休みの宿題はどのように進めていましたか、うん、また、夏休みの思い出も聞いてみたいです。なるほど。よろしくお願いします。もう終わるんだ、小学校。そうやで、めっちゃ短いで。マジ？うん。かわいそう。めちゃくちゃかわいそうだね。うん、ね。え、大学も終わんの？大学生は休んでない。まあそうなのか。へえ、うん、すごいね。大変だね。ねえ、うん。先生も大変だな。いや、そうなんだよね。うん、そのね、かわいそうに。夏休みの宿題ですよ。あ、どうでした？やってました？いや、やりませんね。全然覚えてないんだよな。小学校ぐらいだったらさ、もう、なんか夏休みの1週間ぐらい前からもう宿題出されてなかった？
どういうこと？ああ、終業式じゃなくて。もっと一週間ぐらい前から、あ、そういうこと？このドリルの骨格ここまでですとかって言って、あった気がする。先にやってたわ、俺。小学校の時ぐらい。偉いね。まだ。うん、入る前にやったってこと？そう、もう入る前にやって。エンジョイするぞ、つって夏休みは。そう、遊ぶぞ。なんかそんな感じすんな、するってでも。ね、偉いね。小学校まではよ。小学校までは。までは。俺、夏休みの記憶が小中高全くないんだけど。マジで。マジゼロ、本当にゼロ。夏の間、逆に仮眠してんの？わかんない。だから夏休み。冬眠の逆ね。わかんない。なんかしたかなって。その、だから登校して、その学校内での思い出はおぼろげにあるんだけど、うんうん、夏休みなんかしたっていう思い出はマジで一個もない。高校って夏休みの宿題あった？あるんじゃん。あった気がするな。わかんないけど。マジでそれすら覚えてない。全然やってないわ。姉ちゃんがやってくれたの。いい姉ちゃんじゃん。うん。みんなでやってくれた。その、小中高の記憶俺ないんだよね。基本的に。どんどんこう塗り替えられてる。うん、てか、本当にだからなんかたまに小中高のエピソードできるやつすごいなって思う。本当にノーエピソードなんですよ、僕。ノーエピソードフィニッシュ。あるだって。夏休み。夏休みの記憶？思い出。もう川行ったりとかしたよ。ああと、あれがあるよ。あの、コンちゃんの弟が挟まったりしたよ。あ、それ夏休みなんだ。そうそうそう。これしたっけ、ラジオで。これ何回もしてる。何回もしてるね。夏休みを汗だくで、へぇー。って言ってたから。夏休み。あれ夏休み、小学校。ああ、すごいね、うん。中学の夏休みはね、あ、中学の夏休みは友達が一個上の先輩に絡まれて、うん、俺が遠くからめっちゃ見てたっていうやつ。ああ、うん、よく覚えてんな、でもそういうの。そう、ボコボコにされそうな。それが夏休みであるっていう。ほとんど夏休みでそういうの。へぇ、冬休みって結構みんなどっか帰ってない、もう。中高はだってでも。おばあちゃんち行ったりして遊ばれるの。夏休みの方がその遊び頻度が多いからっていうね。うんうんうん。遊んでなかったのかな、友達いなかったのかな。そうなんじゃない？でも全然覚えてないけど、たまに高校のエピソード言ってくるで、チャルさん。ああ、いやでもそれ多分学校のエピソードでしょ、全部。学校内のエピソードでしょ。休みの日ってこと？平常時。平常時。そうだから、あの、休み、そう、夏休みとか冬休みとかのエピソード多分一個もないよ、俺。家族といたんじゃない？結構一緒に。ああ、それすら覚えてないな。もうやばいよ。どうなってんだよ、やばいよね、本当に。うん、今、そう、お便り聞いてびっくりしてんだよ。そんなでもガッチリ覚えてる？まあ、おぼろけな。ガッチリは覚えてないよな。うん。そんな細かいエピソードまではちょっと覚えてないけど。衝撃的すぎただけだから、俺のは。なるほどね。そういう。人が挟まったり、しばかれたり。それぐらいで普通の時何してたか覚えてるもん、何して遊んでたとか。うん。別に。あと専門の時に、大阪の某有名風俗街がありまして、ほう。あれは風俗じゃない、料亭が。ダメだろ、これ。やばいやばい、ほんと。あれに、その、19かな、みんな。19歳の時に、で、一人がパチンコで買って、で、なんか、パチンコじゃスロットか。4号機時代やったから、すごい、ものを手にして、うん、で、これで行くぞっつって、うん、俺は行ってくるっつって、みんな童貞ってやんか、うん。あ、みんな童貞じゃあ俺は違かったわ。ええねん、もついつもマウント。そのマウント童貞。そいつも童貞じゃなかったけど、俺は行ってくるっつって、うん、風俗童貞ね、みんな。ああ、なるほど、ね。そうそうそう。で、よっしゃーっつって、俺行ってくるっつって、バーって行って、入って、出てきたら、もう汗だくやって、うん、グレーの服着て。ほんで、なんか、ペコちゃんのキャンディー加えて、ぶち込んだったって帰って行ったらもうめっちゃ覚えてるわ、すげえっす。俺たちはあっちっち本舗っていうたこ焼きの前で待ってて、あいつ入ったなーってもう斜め前の店入って行って大丈夫かみたいな、どうやったなと思ったら、服脱がずにやったんやな。そう、汗だくで出てきてびしゃびしゃ、すげえ。ぶち込んだったってチャリンコ乗ってファーって言って、待ってくれーみたいな感じで、みんなついてきた。聞かせてくれよーそう、話して。もっと聞かせてくれーみたいな。そう。で、喫茶店行ってみんななんかコーヒーとか奢って、聞かせてくれよみたいな。聞きたかったらおごれみたいな。パフェどうすかみたいな。かっこいいな、マジで。いいな。パイオニアやったわ、そうそう。風俗パイオニア。かっこいいよね。気に入られていったか。うん。確かに大学になるとな、一気に夏休みの思い出とか思い出されるけど。うん。なんだろうな、遊びに行くっていうのはマジでないな。遊んでないんじゃない、だから。本当にそうなんだね、多分。うん、かわいそう。縛り付けられてたんだよ、夏休み。そうかもね。で、記憶消して。多分そうだわ。その間の記憶消されて。うん。本当にそうだと思います。そうかもしれない。うん。気をつけて。恐ろしいな、気をつけろ。夏休みの記憶。うん、マジでないわ。今やったら耐えやすいわ。うん。はい。はい。こんな感じで、いろいろお待ちしてますんで。うん。はい。すするのミッドナイト TV から全国一曲ネットでお送りしております。すするのチャーシュータイムをもう一度。
さあ、それでは、コーナーのコーナー、行きましょう。はい。はい。モノマネなんですけど。はいはいはい。はい、今日ね、モノマネをやろうかなって。うん。お盆だから。はい。モノマネをのコーナーで全部供養させようかなって、うん、言ってたんですけど。はい。ちょっと足りなかったですか、メールが。送ってくださいっていう。ぜひぜひもっと。うん。どしどし。そうですね。うん、モノマネ、これやってほしいよっていうのとか。うん。そうです。はい。そういったメールをたくさん。それしかないよね、だって。これ求めるしかない。そうなんですよ。うん、一気に供養したいんで。うん。今だとね、多分、1分ぐらいで終わっちゃうんで。あるんだけど、そう。一気にパパパーって供養したいんでね。なるほど。数でも薄いし。もうちょっとそう、うんうんうん、あった方がいいなっていうことで。そうですね。物量で。来週ですかね、だから。はい。モノマネのコーナーは来週。はい。やらせていただきます。たくさん送ってきてください。はい。というわけで、こちらのコーナー行きましょう。はい。ズルズルズは見た。やってやれって。こちらのコーナーは視聴者の皆様からすする TV の目撃情報を送ってもらうコーナーです。ああ。はい。それでは早速行きましょう。はい。京都府在住の方です。はい、ラーメンネームか。ラーメンネーム、タイダシタイタイさん。ああ。先日人気二郎系ラーメン店の地球規模で考えろさんにお邪魔した際に、並んでいるすするさんを見ました。昨今の社会情勢についてを熱心に語っておられ、まさに地球規模で考えている姿を横目で見て、マスクの上からでも伝わる誠実さに心を打たれました。おかげで自分の待ち時間がとても有意義なものになったのですが、一つ気になったことがあります。あの時のすするさんは一人で来店されていました。カメラも持たずにたった一人でずっと語っていました。もしかして地球と語り合っていたのでしょうか。気持ち悪いね。やばいね、これ。だいぶ見られてたか、俺、これ。気持ち悪いね。ちょっとね、やっぱ、あそこに行くと地球のことをこう語りたくなるんですよ。地球と書いて、テラって言うんですけど。テラのことを喋りたくなってしまうんだよな、やっぱ。テラって呼んでんだ。そう、地球のことテラって呼ぶから、俺一人で。よろしく、ほんと。テラって言ってんだ。はい。地球規模で考えると何で地球規模で考えるの？なんで、ま、やっぱこのちょっと変な名前をつけようみたいなのがあるんじゃないかな。ちょっと、ね、なんか痛い感じなんだけど、その言い方やと。うん。ですかね。はい。なるほどな。なるほど。ちょっと見られちゃってたか、その時を。見られる。待ってるとこで喋ったらそれはな。それ気づくよな、それは。はい。はい、次行きましょう。ラーメンネーム、しけとり横綱さん。先日、ブックオフの18禁コーナーの前でうろうろしているすするさんを見かけました。決して立ち止まって見ることはなく、あ、この辺はエッチなコーナーだったんだね、みたいな挙動を何度か繰り返した後、トイレに一直線でした。5分ほどで出てきたすするさんのすっきりとした顔は忘れることができません。ちょっとやばい俺の私生活。本当にやばいな、地球のことブツブツ考えたり。その帰り道に。18禁コーナー。ブックオフに18禁コーナーなんてあるの？あるっちゃあるんだ。あるんですよ。あるんだ。はい。マジで知らなかったわ。しかもどういうこと、そのコーナーの前でうろうろしてムラムラしたから、うん、おかずなしでそ入ってってこと。そうだ、18バツって書いてるあれにもう興奮しちゃってもう。そりゃそうでしょう。はい。やば。マジか。5分待たれてたから、しかも。しかも5分で、いけるんだ。結構ね、急いでやったつもりだったんですけどね、これは、ほんと。急いでやったつもり。まあ確かにな。トイレのな、長時間量はな。はい。そうですよくないからな。今よくないですから。はい、急に倫理観出してくれはい。では次、ラストいきましょう。はい。在住、東京都江東区から送っていただきました。ラーメンネーム、カメイドさん。はい。先日、近所の夜の公園で、すするさんを見ました。最近のセミは夜でも鳴いているなぁなどと思いながら、ふと木の上を見ると、鳴いていたのはセミではなく、すするさんでした。セミです。毎日、みんみん日暮らし生活はネタではなく、あれはプライベートでやっていたのだと知り、大変驚きました。しばらく観察していると、こちらに気づいたのか、困惑した表情を浮かべた後、逃げるように飛び去っていきました。セミやん、もう。セミやん。おめでとう。いやー、バレてんな、ほんと。バレてんね。朝から晩まで見られてるじゃん、俺。プライベートゼロよ、これ。すごいな。テラして。うん。脱いして、セミしてるセミしてんのか。うん。へぇ、わぁ。すごいな。これがするの一日なんだ。そう。だいたいこれだよ、ね。ちゃんとでもラーメン食ってんねんな。この間にラーメン食べてる。いや、テラ食ってるでしょ。あ、これね。これプライベートテラだから。プライベートテラなんだ。そっか、カメラないもんな。で、抜いて、そのまま焦点して。そうですね。
飛び立ってしまうと抜くことによってセミになれんのかな。あ、そうでしょうね。抜け人ですからね。抜け人HP1 ですからね。不思議な守りなんで僕守られてますんで。あ、うん、そうか、懐かしいな。301回ですね。そうですね。お、毎日耳日暮らし生活、はいはい、ぜひ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 ね。セミデースやからね、もう。釈迦デースじゃん、もう。先駆けですよ。やってることは釈迦デースだからだもん。すごい見られるわ、する。ね。さすが。僕の情報ばっかりじゃなくて、二人のも送ってくださいよ。いやいや、僕らはね。僕らもほとんど外出てないんで。そう。僕は特に出てないんで。うん、悪魔の弟子に任せてるから。す、う、べ、ん、て悪魔の弟子。悪魔と天使に支えられてる。そう、支えられてるから、俺は。うん、ですね、うん、そうですね、まあいろんなメールすべて送ってくださいってことで、はい、概要欄をチェックして、すべ、てアドレスはスロット CT アットマーク Gmail の方によろしくお願いします。お願いします。チャーシュータイム、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 すすのチャーシュータイムをもう一度。暑いね、大変暑い。目に見えて口数が少なくなって伸びますよ。ダメだよ、暑い。目に見えてたわ、うん、もういい。エンディング。はい、はい、喋って。え結構喋ったかなと思って、ちょっとバランスを考えて、ちょっと全然喋ってないんだよ。その前半にね、あ、そこからもう失速してたから、配分はもう適当やから均等に伸ばしてるわけじゃなくて、やなと思ったから。そう、ムラがね、280みたいな感じ。ゼロ作っちゃダメだ。どうですか、まあ、今週か、うん、今週、まあ、コラボとかもね、最近ちょいちょい入れさせてもらってまして、はい、コラボ撮影であるとか、うん、まああとちょっとね、まあ、人に会うのがまたちょっと増えてるかなっていうところはありますね。あ、うん、まだ暑いんかな。しばらく暑いでしょ。 あと1ヶ月は暑い。来週も暑かったらとボイコットするんだよ、ね、中学ほんまに嫌だよって言って。この部屋が暑いのかな。下はさ、涼しいじゃない。下は冷気、音を気にしなければいけるようだから。あ、そっか、そう、今エアコンをめちゃくちゃ下げてるから。なるほどね、うん、まあここまで暑くはない。うん、あ、これ風来た。うわ、気持ちいい。最高だわ。これでやるか。大丈夫っしょ。許してくれるか、ちょっと確認してみて。そうだね。ダメそうだったらまた戻して。あ、いけるんならこれで。行きたいです。行ってください、本当に。本当にお願いします。すごいな、暑いってそうか。口数減るか、暑いって。暑いしか言うことなくなる。寒いのはね、なんか喋れるのに。ね。ずっと冬でいいよな。冬でいい、ほんと。着込みはいいんだから。ね、夏なんて脱ごうが、脱ぐのに限界あるし、またほんと。いや、ほんとにそうだよ。ねえ、うん。いらねえよ、なんで四季って。でも沖縄県民の方が、すごい喋るイメージあるけど、青森県民より。ああ、そうね。ハイサおじさんだからじゃない。暑い方が喋るんじゃないのかな。ノリが、やっぱり。ノリが。ノリがやっぱアメリカやからじゃん。ああ、なるほど、沖縄に関しては。でも鹿児島県民の方が喋るイメージあるけど。どういうこと。いや、鹿児島は別にアメリカじゃないでしょ。鹿児島県民はそういう県民やから。県民性やもう全部そうじゃないかよ。いや、県民性でも暑さからさ、暑さと寒さで言うと、うん、東北でやっぱちょっと寡黙なイメージあるもん。あ、それあるかも、うん、やっぱちょっとね、どうしすごいシャイなイメージある。やっぱ田舎者っていう自覚があるもん。あ、みんな多分人けえへんからじゃん、関東。いや、でも仙台の人とかでも結構寡黙だなっていう。あ、ほんと。なんかてかシャイだなってすごい思う。仙台とかの人やっぱ沖縄浮かれてんなって思う。九州結構浮かれてんなって思う。そういう観光地やからじゃん。ああ、そうなのかな。人がたくさん来るから。そうか、やっぱ東北ってやっぱ黙々と観光するみたいな感じで、自然と触れるとか、そういう方が。そうそう、イーハトークみたいなね。そう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 、やっぱ宮沢賢治っぽい。ああ、うん、宮沢賢治がいっぱいいるのか。そうそうそう、鹿児島やっぱ西郷みたいな。あ、男気あふれた。セゴがいるのか。セゴだわ、確かに。人が多いから。セゴのおかげじゃない。ああ、そうだね。まあ、でもそれはだから、でもその気温から来てる可能性あるけどね、うん、ああ、陽気とかも。そうそう、だからその県民性ってのは気温から。そっか、そう考えると暑いともっと喋った方がいいんだ、人間は。喋った方がいいの。人間は暑くて喋った方がいい。別に慣れちゃうんだよ。まあそれかもね、普通に。でも人間は暑いと喋るようにできてるはずなんだよ、だつまり本来は本来は、うん、本来はそうできてるはずなんだよ。
俺たちがだから慣れてないんだ。そうそうそう、慣れてない、人間に慣れてない。人間に慣れてないんだ、まだ。まだ人間じゃない。森山なんか、人間じゃない。今年いけるものですけどね。まあ、そうですよね。青森って暑いね。今年は結構暑いらしいですよ、どうやら。35度とか普通にあるって。ああ青森ですら。暑いっつってる？暑いっていうメール来たよ。あ、本当？朝。暑いだけの。そう、暑いって言って、車 の、 あの外気温みたいな温度計が、シャメが送られて。車の外気温マジで暑いから、ね。あれ、本当に暑いから、ね。全然暑いから。マジで暑い。トンネルとか結構やばいから。な、あ、トンネルの中って暑い。確か50度とかなかったっけ、マイクさすがに。そんな、でもそんなに、火じゃなくても40いってた気がしたじゃん。別に。うわ。厳しい。厳しいよ、本当に。これが続くと思うと、ね、うん、見えるよね、木が。まだまだやけど。みんな海に行ってください。ダメなのか言っちゃう、まあ、海はまあ開けてるしね。あ、どうとも言えないよね。あ、なんとも言えないです。なんとも言えないです。あ、まあ、じゃあ冷房いいクーラーを買ってくださいみんな。そうですね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ごっそり